私そんな幼稚じゃ。もう買ってやるよ。どれがいい？私と甘酸っぱいことしたいんだ。ツンデレちゃんはレモンが好きだったっけ？みんなの分買おうとしてません？だけで十分ですから。スキン、先輩風邪ですか？ああ、君の風邪ならちょっと欲しいかも。なんて今言ったのは甘えんぼちゃんですけどね。なんだったら私が送ってあげてもいいけど。今言ったのはツンデレちゃんです けれども、それに一緒なら安心だって。場合どうですか？え、ご飯作ったので。着替えとかどうしてた？よ、エッチちゃん。私エッチちゃんじゃないです。え、先輩、誰か好きな人いるのかな？俺は君のことが好きだったんだ、ツンデレちゃん。何言ってるのよ、いきなり。もっとムードとか考えなさいよ。してもこの星空じゃ。それって好きってこと？え、はい。俺がキュンとさせたいのに悔しい。友達にもな。ないぞ。このしたかったけど。まあいっか。俺は立派な男の子だぜ。とクールちゃんが入ってんのかなと思ってさ。私も一緒に入りたいよ。してあげてもいいわよ。みんなに傘買ってやるって。あい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 、あい傘ですね。最後きりでよかったわ。そうですね。冬休み長いよ。先輩に会いたいよ。もしもし。打つこと考えてないのにかけちゃった。が聞きたくて。はっ。声が聞きたいのは私。会いたいです。初詣でも行くか。あ、どうですか先輩。ほら帰ろ。 ありがとうございます。あ、冷た。帰るの代わり。おそろいで大吉出るまで引きたいな。じゃないかも。一緒に勉強頑張らない？二人きり。また二人でひどい点取ろうな、七倉。ほら、眺めいいぞ。そう。ほうが可愛いよ。何言ってんのよ。確かに顔みたいになってて可愛いな。でも七倉の方が可愛いよ。